イジアは韓国の女優 BH エンターテインメント所属パサデナアートセンターカレッジオブデザイン出身デビューは視聴率平均30%以上を獲得した MBC のドラマ大王詩人気でペヨンジュン演ずる大王タムドクの恋人筋に役韓国で生まれ小学生の時に米国へ移住した美術大学在学時に大人気のオーディションを受け ハ・ジオンや、キムテヒなどの有名女優を押しのけ、購買率のオーディションを勝ち抜き筋に役を得た。2007年の MBC ドラマ賞では、自身がデザインした服で注目を浴びた。同受賞式では、最優秀新人女優賞、ベストスター賞及び、ベストカップル賞の3つの賞を受賞。一方で、2007年の MBC 演技賞において、ワーストドレッサー賞にも選ばれている。 1997年頃からソテジと極秘結婚したが、約2年7ヶ月後の2000年6月別居を始め、2006年1月にイの離婚要請があった後、2006年6月12日、医側が単独でアメリカ法廷の離婚判決を受け、2006年8月9日、夫婦関係に終止符を打った。その後、2011年に入り、医側が、 遺者料及び財産分割を要求。また、訴訟振興過程で、米国裁判所の離婚判決は、韓国の国内法上効力を持たないことが今回、確認されたとして、2011年1月19日に離婚訴訟に入った。イの所属事務所、キーストが双方確認後、公式の立場で、子供がいるという報道は、事実無根であると明白に申し上げると、明らかにした。 2011年7月29日、双方合意の上、正式に離婚手続きを終えた。また、これと関連した、金銭取引はないと明らかにし、伊川が当初要求した、遺写料及び財産分割を全面放棄したことを再確認した。外の離婚訴訟問題報道後、意図交際中だったチョン・ウスオンとは2011年5月末、頃自然解消したと伝えられている。 祖父が新日派として、新日人名辞典に掲載されていたことが2011年12月に判明し、も批判の対象となった。2016年5月13日、所属事務所から BH エンターテインメントに移籍を発表。ありがとうございます。